まあ、分からなくもないけど、わざわざちびちび回復する必要があるのかどうかと思うけど。何？ゆうやから電話来た。はい。で出てんの？はい。びっくりした。その顔なんなんだ。ああ、見に行こうかな。ピンク、そんなお前の店なんか、巻き上げったらしいやんけ、女の子から。閉めねえといけねえな、ゆうやも。結局はみんな金だからな。あ、当たり前だけど。金が一番よ。はい、乗ります。なんでそんな、わざ丁寧な解説が来るわけ。あ、階段もあるんだ。どっから出るのこれ。こっちね。よし。サブイベントがいっぱいあるみたいだね、このゲーム。面白い。いろいろ回るか。せっかくだし。ゆうやんとこ行くか。こっちは行けんの。ここはどうつな、ああ、ここをつながってんだ。なるほどね。何？何もしてないよ。なんだよお前、なんで歩道を歩いてた島扱いされんの。お前の島じゃねえだろここ。 C のもんだろ C の。もうご主人が来た。よいしょ。分かってきた、戦いが分かってきた。三国無双と一緒。三国無双と一体多数はあまりよろしくない。敵が強くなるにつれて。ああ、お前が悪いんだよ。全部お前が悪いんだよ。なんだこいつ。お、ティッシュもらった。ちょ、服探してんだよ、ホームレスのよ。ホームレスの服誰か持ってない。どこね、この辺。ああ、この辺、歓楽街っぽい感じね。お、なんかいる。さっきの女じゃん。さっきの女じゃないのこいつ。いいよ。なんか持ってないやつ。こいつね。いいよ。うろつくな。そらそうだよな。こんな怖い兄ちゃんに言われたら怖いよな。なんなら呼びますか。呼べるもんなら呼んでみろ。さあ来い。いいよ、かかってこいよ。そのために電話持ってたの。なんでこいつヤクザと友達なんだよ。しかもヤクザじゃねえじゃん、チンピラなんか。顔すげえ、いい。ちょっと宙に浮いてるぞ、こいつ。鍛え方が違う。お、ストーカー殺した。うれ。おい、弱えぞ。大したことねえじゃねえかよ。さあ金よ、最後は金よ。おい、おこいつはくれねえのか。じゃあこいつから渡すか。やるわ、持ってんじゃんこいつ。結構できる女だな。お、おい、何何の宣伝だ。はい、カツラギあやや、あやや、松浦あや、いいよ。あ、ごめん。これぶつからなきゃいいんじゃない。自分からぶつかったら喧嘩になるんだ。いや、話が進まない。面白すぎて話が進まない。全然話が進まないんだけど。はい、メガネ持ったっけ俺。メガネないっすね。あ、メガネないわ。ちょっと見つけた、見つけたら言うわ。ごめんね。はい、もちろんご招待ですよね。たまにはいいな。はい、そりゃそうだよ。たまにはゆっくりしないと。最近喧嘩続きだったから。お、ゴリラフリーパス、ほう、なるほどな。気に入られてもらうとそのフリーパスを入手できると。うん、1000円貸してやるか。しょうがねえな。ほう、あ、そうなの。そりゃ長続きしないだろうな。見せてやるか。
気流ドライブを。あ、そうですか。気流、夜の気流ドライブを見せてやるか。あ、行きましょう。え、あ、こっから入ると。よしよし、まあまあ見させてもらおうか。ストリップか、行ったことないな。もう今ストリップってほとんどないんでしょ。なんか四国のどっかにあるのが唯一なんだっけ。なんか忘れたけど、いや、それ裏ではあるのかもしれないけど、表だってやってるのって。ジジイばっかりだな、客が。実際そうなのかな。あんま若いの言ってるイメージねえもんな。終わり？はい。あ、そうですか。へへへ。んじゃあ見ていこうか、せっかくだし。うららちゃん、さっきより気合入ってんじゃん。なんだこいつ、なんだこれ、銃刀法違反だぞ。え、これ女、これズラが見えてんじゃん。男だろこいつ。キリアさん、あいつ男だ。だよな。危ねえぞ。こいつ、不審。こいつ何？お、親父。ちょっとこいつ。狙いは、狙いは俺だな。そうだよ。なんだこいつ。絶対強えだろ。え、こんなやつ戦うの？ショットガン持ち、またが、大丈夫か？どうやって勝つんだよ、こんなやつ。おら、やべ。おっ、やばい、これ、効かねえ。ガードが効かねえ。そりゃそうか。強えぞ、こいつ。投げが効くな。やばい、持ってる暇ねえ。こいつ超強い。ダウンさせないと。よいしょ。これどうやって避けんの、あれ。めちゃくちゃ強いこいつ。これどうやって避けんだよ。強い、助けて。ちょっとあいつはさっきの、おい、ちょ、さっきの相棒どこ行ったんだよ。俺の相棒は任せろ。なんだこの変態野郎は。ちゃくちゃ強いじゃねえか。こいつどうやって戦ったのよ、こういうやつ。いかん、俺の技術に限界が来てるもん。ゆうや、大丈夫？ああ、なんとか。お前は、ゆうや、全然戦ってくれんかったんけど。何だったの今の。何者だ。自分の胸に聞いてみるんだな。何を偉そうなこと言ってんの。なんだお前ら。みゆ、ゆうや、親殺しが。セリフと顔が一致してなさすぎて。どこ行ったんだあいつ。あー、なんか化粧臭そう、この部屋。どこ行ったんだあいつ。こっちか、上に行ったのか。仕方あるまい、正義。あ、何、はい、分かった、動くな。よし、俺が言ってやる。なんだよ、ちょっと待って、その前に回復をさせてくれ、体力の回復を。やばい、逃げろ、追っかけられてる。仕方ね、殺すか。もうなんでこれ邪魔してくんの。俺牛丼食いてんだよ。牛丼で回復をしたい。今宵牛丼で回復をしたいんだよ俺は。分かるやつじゃない。やばいやばい、逃げる。もう俺は牛丼屋に行きたいんだよ。牛丼屋に行きたいんだよ。牛丼食いたいの。もうやだよ、不良の、不良の相手ばっかりするの、もうやだ、死んじゃ
ここだ、俺の聖地。せっかくだから波も食うか。こっちは食えねえな。こっちで食うしかない。はい、食っとくか。波でもちょっとしか回復しないだろ。あ、そうだよな。これ全部注文したら何かあんの？あ、特になんもないんだ。まあ、得いっとくか。よく食うなこいつ。よし、ん、今なんか光らなかった。あ、何も光ってない。うん、そうだよな。はい、光ったよな今。見つけちゃった。何これ。劇場みたい。もうちょっと行くとこいっぱいあるじゃんこのゲーム、面白すぎ。よし、じゃあちょっと能力をパワーアップしよう。これがいるな今俺には。ダウンが多い。リスト、はい。え、何今ちょっとボタン見逃した。どれだこれか。スティック、ボタン連打と、あ、ガチャガチャしたらいいってことか。オッケー。あとなんかいけるな。これいくか。やっぱ技がいる。はい、これもちょっと見たい。敵が使いが抜けづらくなる。あ、オッケーオッケー、これいいじゃん。よし、じゃあ行くか。セーブしてやつらを助けに。見間違えてたマップを。俺助けなきゃなんねえんだよあのホスト。ちょっと待って、もうやだここ。敵が多すぎんだけど。だよ、何なんだよここ一体。よし、なんだ、やばい、もうついてねえよ。もう聞いたよそのセリフさっき。そう、終わらない。拳が鳴りやまないこのゲーム。拳が鳴りやまない。おいしょ、宮沢賢治。仕上がってきて、俺の喧嘩も仕上がってきてる。分かってきて、特徴が上がってきて、連打が足りてる。今宵連打が足りてる。強くなってる、強くなってるな。俺と桐生のクロスフュージョンが進んでる今。かなり進んでる。おお、高級傘めっちゃくれんじゃん。次の喧嘩使うか、高級傘。よし、ここだな。入る、しゃあね。たまには全攻を積んどかないとな。見るからにやべえのがいいんじゃん。やられてんじゃねえかお前。遅かったじゃねえか。してんだよキリさん、こいつは風間にいる。キンピラ、何よ。お前こいつ。俺は今日目を疑ったよ。何が。国土を舐めてんのかてめえ。舐めてんのか。道島の親父が死んで、ああ、俺ら風間組に組み込まれた。そやな、国土の味噌か死んねえが、甘っちょれえ組長や。確かにそらそうだな。撃たれて当然の器だかもしれない。なら本人の前で嫌はどうですか。こんなとこででけえ口叩かず。まあ、それもそうだ。てめえ誰に口聞いてやがる。俺たちの親は道島の親父だけだった。お前が殺したの。親父が先に待ってるぜ。キュー、いやいや、もうこんなもん勝てへんやろ。こんな真剣やろうとよ。なんでこっち拳、こっちも使うしかねえか。秘術、ちょ待て、ちょっと待ってくれ。お前ら傘を使わせてくれ俺に。俺、し、うわっ、うわっ、待って、この傘しか。お前ら何安全なとこ逃げてん。お、何これ、何その技。ちょ助けて、ちょっと誰か助けてください。ここやばい、逃げられない。うわ、やべえ、痛い、助けて。うるめうるうるうるだからこの野郎、助けてください。どうも、お前
舐めやがってこいつ。うっ、うっ、やばい、こいつこれ防げねえ。うっ、危んなよこの野郎。うっ、はぁ、やばい、やばい、助け、こいつやべ、痛こ、いや痛い痛い、なぜこそ生きてるんだ、こんなに切られて、やばい、助けて、おい、ゆうや助けてくれ、こいつら強いぞ、西田、殺した、あとお前だけだ、おら、おっ、あぶ、おい、あぶ、あぶない、痛い、ちょっと、超強いわ、鉄矢、おら、暴れ、見たか、刀なんかいらない、拳、俺たちの味方は拳。剣と書いて拳を。くっ、これで終わりじゃねえぞ、キリオ。いや終わりやろ、もう親殺しの烙印はな、もう終わりよ。もたれかかってるやついんな、奥に消えやしねえんだ、来やがってるやつがいる、一人天日干しされそうなやつが、鼻でけえなお前、背負ってくさ、いつ見ても、あ、はい、10年前にそう決めた、かっこいいじゃん、キリュウさん、はい、ちょ、お礼はな、巻き込んじまって悪かったな、ユウヤ、なんて言っていいか分かんないですけど、キリュウさん、何でもかんでも背負い込んじまって、俺には真似できないですよ、キリュウさん、あの声何かお礼したいんですけど、何かお礼したいんですけど、今、こんなものしか、バカお前、そんなもん渡してどうすんだよ、何ですか、声はよ、だって、あ、フリーパスか、やっぱりな、来た、寝とっちまったよ、この女も寝とっちまった、やっぱ強い男はよ、モテちまうんだよな、たまんねえよ、たまんねえよ、この世界、とどまることを知らない、これが覇権を握るということ、あ、さよなら、多分ここで霧がいいとこになってると思う、さよならみんな。